タイロンパワーシニアは、イギリス出身の俳優である。本名フレデリック・タイロン・エドモンド・パワー。舞台では、タイロン・パワー2世。映画では一貫して、タイロン・パワーと名乗った。1869年5月2日、イギリスのロンドンに生まれる。祖父は、アイルランドの舞台俳優、タイロン・パワーで、後に、舞台俳優としてしばしば、タイロン・パワー2世と名乗ったのは、 祖父へのリスペクトの表明である。父はピアニストのハロルド・パワー。母は女優のエセル・ラベニューである。ダリーチ・ガレッジに学んだ後、一家でアメリカへ移民する。フレデリック・タイロンはフロリダに送られ、果実園で働くことになるが、農園を飛び出して俳優となる。1886年、初舞台を踏む。1898年、イーリス・クレインと結婚する。 1912年、妻イーディスと死別、同年、ミセス・タイロン・パワーの名で知られるヘレン・ベートマンと再婚する。1914年5月5日、第一子タイロン・エドモンド・パワー・ジュニアが生まれる。ニューヨークで活動していたパワーは、フェイマス・プレイヤーズ・フィルム・カンパニー制作、トーマス・ヘフロン監督のアレストクラシーに出演、同作が映画初出演となり、 同年11月26日に公開される。カリフォルニア州ロサンゼルス市に移住し、同地のセリグポリスコープカンパニーで、1915年7月26日、公開、ジャイルズ・ウォーレン監督のエーテキサス・スティアーに出演、以降、翌年までに合計4作に出演する。同年8月25日には、第二子アンパワーが生まれる。1916年には、ヘレンと離婚する。 同年、ユニバーサルフィルムマニファクチャーリングカンパニーで、フィリップス・スモーリー、ロイス・ウェバー夫妻が、共同監督した映画に3作主演、うち2作、ジョン・イーラム、SW、極夜の月は、ユニバーサルが同年に設立した、子会社、ブルーバード映画の作品で、もう1作、アン中期は、ロイス・ウェバープロダクションズの作品であった。アン中期では1歳になる、娘のアンが、 ノンクレジットで出演している。極夜の月と暗中期は日本でも公開された。1917年以降は小プロダクション作品に主演している。1921年2月、バーザナイトと3度目の結婚をする。1920年代にあっても映画には主演、共演問わず出演し、ブロードウェイの舞台にも立った。1930年、フォックスフィルムで パワーにとっての初のトーキー、ビッグトレールに出演する。同作外作となる。1931年12月23日、カリフォルニア州ロサンゼルス市で、心筋拘束により死去した。満62歳没。タイロンパワーの名跡は、長男のタイロン・エドモンド・パワー・ジュニアが継承した。すべて出演作である。ありがとうございます。